マック一切食べてません。ナンバーアンダーラインアイマクドナルド CM 出演で旧ジャニファンが不買運動展開、コラボ終わるまでいかない血も涙もなし。7月からマクドナルドで始まるチキンナゲットキャンペーンハワイアンバーガーキャンペーンの CM キャラクターにナンバーアンダーラインアイが就任することが決定した。写真あり、ダサすぎる、と物議を醸したナンバーアンダーラインアイのジャケ写。 マクドナルド公式 X は9日にナゲットアンダーライン i 十16日にハワイアンダーライン i とキャンペーン開始前からナンバーアンダーライン i を匂わせるポストし、さらにはそれぞれのキャンペーン CM を公開した。今年4月以来となるマクドナルドの CM キャラクター就任が決定したナンバーアンダーライン i ですが、メンバー3人揃って CM 起用されたのは同企業が初めてです。 その時の公式インタビューで平野さんは本当に身近な存在よね。親戚の家より入りやすいもん笑いとコメント。騎士さんもマックなしでは人生を語れないって言っても過言ではないですと応じていました。二度目の起用ということもあり、CM への思い入れは強いかもしれません。芸能記者。早速、X ではファンの歓喜が広がっている。 ナンバーアンダーラインアイがキャラクターだから週1マックは確定。今年の夏はマック行くの確実に増えるな。この夏は休日のたびにナンバーアンダーラインアイとハワイにバカンスしよう。しかし一方でナンバーアンダーラインアイの CM キャラクター集任に彼らが2023年に脱退した旧ジャニーズ事務所の後継スタートエンターテイメント。 スタートエンターテインメント所属グループのファンからは否定的な声が上がる。X ではマクドナルドの不買運動を宣言するファンまで現れた。ヌンベリ起用するようになってから異界も行ってないし CM も見たくないから消音にして顔そらしておおよその秒数経ってから画面見るようにしてる。ヌンベリ起用後マック一切食べてません。ヌンベリとコラボ終わるまでマック行かない。 マックは近づかない方が良さそう非常識ぬんべりおたと思われたくない。4月の CM 出演時も、ハッシュタグさよならマクドナルドというハッシュタグ付きフレーズが X で拡散した。創業者の性加害問題により、旧ジャニからスタートに改変後も、いまだにスタートのタレントは CM に起用されておらず、それが面白くないスタートのファンが今回も不買運動が行っているようです。 対照的にナンバーアンダーラインアイファンの購買意欲は凄まじい。たまたま19日に全国各地のマクドナルドで大規模なシステム障害が発生し、営業を停止するお店もあったにもかかわらず、各店をはしごし、チキンナゲットとナンバーアンダーラインアイのポスターを求めて回ったファンも見られました、当然。ナンバーアンダーラインアイとスタートのファン同士の仁義なき戦いは今後も続く。